崩壊サード。館長にこんなことされたら誤解しちゃうわよ。はい、こんにちは。大いに誤解されたいチュチュチャです。今回も崩壊サードをやっていきたいと思います。前回まで1ヶ月でレベル50達成するとロビーのコミュニティに入っていただいている方から抽選で10名様に5000円分のギフトコードプレゼントなんてミッションを運営さんから与えられていたんですが、まあ、見事達成しまして、今回また新しくミッションとプレゼントを用意していただきましたので頑張っていきたいなと思います。まずは私のバレキリーを見てください。システム内のブローニャと実際のブローニャどっちが本物？結構いい感じに育ってませんか？準備万端。これ以上は手加減しないわよ。この辺かな、主に使っているのは。まだ他は育ってないんですが、やっぱりメイちゃん、ヒメコちゃん、キアナちゃんが結構育ってます。特にこのキアナちゃんはもうちょっとでランクが S になるので、ブローニャはかけら集めがね、やっぱね、最近は主たる行動になってますね。皆さんは最近何やってます？崩壊サード、いろんなイベントとか来てやりたいこといっぱいあってちょっと手が回らないぐらい、もともとハイペリオンは私の船やることはあるんですが、まあ、今一番私の出番かな。やりたいのは武器とか成功のレアいのが欲しいですね。今武器が2本だけ星5があるんですけど、他はねみんな星4で、成功に至っては星5が1個もないっていう、そんな状態でございますので、そっちを強化していきたいなと思います。そしてですね、新しいミッション発表させてください。今回は1ヶ月でなく2ヶ月。2ヶ月でミッションを達成していきたいと思います。今回のミッションはレベルを70にすること。これいけそうじゃないですか？もちろんレベルが上がるごとに経験値テーブルが上がるので、難しくはなるんですけど、言うて2ヶ月ありますから。多分これは大丈夫だと思います。ただ、2つ目のミッションがありまして、ロビのコミュニティの人数を5000人に、5000人に増やせということです。今多分1800人か1900人ぐらいですよね。倍以上でしょ？ちょっとこれ、難易度高いと思うので、まあ、お友達、ご家族、ペットのワンちゃんとか、お誘い合わせの上ね、一人でスマートフォン10台ぐらい持ってる人はもう10人全員登録したりね、そういう感じで皆さんちょっとご協力いただけないでしょうか。ロビの運営の方も、ちゃんとね、トップページで、宣伝をしていただけるということなんで、あとは、コミュニティ内がね、盛り上がってたら、どんどん加入者も増えると思いますんで、皆さんぜひ、ロビのコミュニティを盛り上げていただければなと思います。そしてですね、今回も抽選で10名様に5000円分のギフトコードをプレゼントっていうことになるんですが、ミッションを達成したらね、ミッション達成したら10名様に5000円分のギフトコードプレゼントっていう形になるんですが、今回ね、運営さんが選ぶ基準としては、まあ、たまにタイムアタックを企画するので、そのタイムアタックの上位者さんだったりとか、あとはよくコミュニティで活動して、いろいろコメントを書いていただいてたりとか、面白いスレッドを書いていただいてる方から選ぶ、とのことでございますので、皆さん一緒に盛り上げてください。はい、じゃあ、早速ロビの皆さんにもお伝えしたいなと思います。崩壊サードグループ。私の顔が2番目に来る。はい、2ヶ月で館長レベル70達成。ロビコミュニティ参加人数5000名。これで大丈夫ですね。レベルは頑張るのは当たり前か。これは当たり前だな。これは消しとこう。よし。これで投稿したいなと思います。まだロビーに参加してないよっていう方は、概要欄に URL ございますので、ぜひそちらからご加入、お待ちしております。
ということで、本日のデイリーにこなしてしまおうかなと思います。キヤマちゃんのかけらが欲しい。普段はですね、メイちゃんにするんですが、よいしょ、オッケー。今日はこのメンバーに来ました。この極限回避を5回するっていうミッションがあるんで、またに進めていこうと思います。いやー、ブローナちゃん強い。敵全員沈黙、これより帰還。はい、帰還してください。ちょっと時間かかりましたね。普段はですね、ひねこさんが出て、でブローニャちゃんで爆発してよっ、でメイちゃんが出て、でメイちゃんで空中行って、またブローニャちゃんで爆発するで終わるんですけど、まあナイトドライブやりたいのと、あと、あ、キアナとメイだった。私勝手にキアナとブローニャちゃんだと思ってました。間違えました。ちょっとメンバー変えないといけないですね。よっ、姫子さんを作戦会議をしましょうか。よし、せっかくなんで、ね、ライトドライブ。完了。もう極限回避ですね。極限回避もうちょっと終わらせてしまおうかなと思いたい。よいしょ、出す順番間違えちゃった。結構間違えちゃうんですよね。よいしょ。一人だけ残しといて、ここに。回避させてもらおうかな。あっちにもなんかいるな。あ、残ってた。完全に残った。よいしょ。オッケー。これね、本日の回避はあと3回。回避ノルマ。ほい、わかったわかった。よいしょ、おいしょ、おいしょ、おいしょ。あれ攻撃してくれるのを待っていたら固まってしまった。では迂回しちゃいます。はい、やられたらやり返し。よいしょはい、お疲れ様です。心配して損しちゃった。まあ、いつもこんな感じでゆるっとデイリーをこなし、でレベルが上がったらクエストを進めていくっていう感じでやっております。皆さんは最近どうやって崩壊サードやってますか？まだまだやってないっていう方はぜひ概要欄に URL がございますので、そちらからのダウンロード、またロビーのコミュニティまだ入ってないって方は、ロビーのコミュニティもね、概要欄に URL 貼ってますんで、ぜひぜひ入ってください。よろしくお願いします。ということで、今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。またねー。